日本製鉄は特殊鋼材に関する特許を侵害されたとしてトヨタ自動車などを東京地裁に提訴しました問題となっているのはハイブリッド車などの電動車のモーターに使われる無方向性電磁鋼板という高機能の鋼材です日本製鉄によりますと日本製鉄が持つこの鋼材の特許を中国の宝山鋼鉄が侵害して製造し それをトヨタが購入して車の製造と販売をしたとしています。日本製鉄はトヨタと宝山鋼鉄それぞれに対し、およそ200億円の損害賠償を求めたほか、トヨタに対しては問題の鋼材を使った電動車の製造と販売を差し止める仮処分を申し立てました。提訴に関してトヨタは材料メーカー同士で協議すべき事案であり、 訴えられたことは大変遺憾とコメントしています。